はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。ジジさんです。今日は2020年の4月25日土曜日。ただいまの撮影時刻は20時53分となっております。ということで、お久しぶりでございます。はい、えー。久しぶりにまたスマートフォンのね、話ですけども、えー、ずい随分前にね、ジジさんがこのチャンネルでご紹介しました。グジムセラーさんでね、1円で買いました。1円スマホフ富士通アローズ、えー、M05 というね、えー スマートフォンですすけどもままああの現物がここにありますはいこんな感じでねで、えー、まあいろいろね買った理由はあの過去動画を見ていただければいいかなと思うんですけどもでまあその中でね気に入った機能が一つありましてね X スライダーというやつなんですけども X スライダーじゃないよ、ね、X スライダーは仮面ライダー X だからね 天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶっていうね。まあ、あの、世代がね、えー、分かっちゃいますけども。えー、X スライダーじゃなくて、X スライダーね。えー、子供が夏なんかでね、もう好きでね、上からシューってこう滑っていく。あれはウォータースライダーでね、っていう方ね、滑ってるね、じいさんね。スライダーだけにね、ちゃんちゃんってね、こんなのも入れときました。はい、えー、そんなね、気に入ってる X スライダーという機能なんですけども、まあ、どういう機能かっていうと、ちょっとね、デモする前に簡単にね、ご説明しますけども、 このね、スマートフォンの後ろのね、この指紋認証のここを使ってですね、これをまあ長押しすると画面が拡大。ね、長押しね、ずっとここ当ててるとね、画面が拡大します。えー、デフォルトで1.5倍からね、えー、その状態をホールドしてね、指を上に ね、えー、ずっと上げていくと、コンマ1ずつね、えー、5倍までね、拡大します。で、逆にね、ずっとこう、あの、押したまま下げるとね、指を下に下げると、えー、縮小していくと。 いうことで。ね、途中で、えー、その倍率を止めることもできます。でさらに、えー、その状態で、えー、長押しするとね、今度4方向に矢印が出てきて、えー、この指を上にやったり下にやったりね、左右にやったりすることで、えー、画面をね、スクロールしたり、横にね、こうスクロールしたりとね、縦スクロール、横スクロールができるというね、えー、そんな機能です。この X スライダー、特にね、えー、拡大できる、画面をね、拡大できるっていうのはね、まあ、じいさんい。 みたいなね、えー、もう老眼の人にはね、もうバッチグーな機能でございます。まあそういう意味でね、えー、この。 X スライダーという、このね、拡大機能ね、これが気に入って、まあ、このね、えアローズの M05 というね、モデルを購入したわけなんですけども、今日はちょっとそのね、デモンストレーションをね、皆さんにお見せしたいと思います。まあね、えー、このままでお見せしてもいいんですけども、ちょっとね、えぇ、ジジさんのこの、ね、YouTube チャンネルの画面でね、えー、そのデモンストレーションをしたいと思います。 はい。えー、今ね、ここの画面に見えてるのが、これね、じ、え、じ、ー、さんの YouTube チャンネルをスマートフォンで見るとこんな感じに見えてると思います。でね、えー、まずね、ここの指紋認証のね、ところをね、えー、人差し指でね、まあ中指でもいいですけど、やりにくいんでね、人差し指で、こうね、ポっと。 起きますね。長押ししますよ。行きますよ。起きますよ。はい。えー、こんな感じでね。中出てきて。はい。これデフォルトがね、今1.5倍です。ね。画面ちょっと大きくなったでしょ。で、この状態でね、この指を上にね、えー、ずっとスライドさせます。見ててくださいね。上スライドします。はい。コンマ1刻みで、はい。最大5倍までね、大きくなりました。で、今度はこの指をね、下に下げますね。下にスライドしますね。 押したまま下にスライドさせます。はい、こんな感じで、はい、1倍まで戻っていきます。はい、ちょっとね、ここの音量ボタンを押しちゃったんでね。で、えっ、ー、と、さっきね、これが倍率なんですけども、これね、ずっと、これがね、1.5倍デフォルト。ね、で、この状態で大きくできますということなんですけども、はい、今ね、4つ、 4つ出てきましたね。今3.4倍のとこに止めてますけども、この状態で、えー、指をね、例えば左右にね、あ、難しいな。はい、こんな感じね、左右にね、こうやると、はい、グリン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 とね、はい、縦横、縦横に、はい、こうやってね、えー、スクロールすることができます。ね、えー、もちろん縦だけ、はい、 横。倍率がね、大きくなってる分だけね、画面にはみ出てる部分を見るのに、こう横スクロールができるということで。で、拡大をね、終わろうとすると、ここの拡大を終了するをタップするか、もしくはね、この指紋認証のこのセンサーをね、トントンとね、ダブルタップかっていうのかな。トントーンってやると、はい、元に戻るというね。えー、こういうね、あの、便利なね、機能がね、ついております。はい。 もう一回ちょっとやろうかな。1.5倍デフォルトで、こっから5倍までね、大きくなります。1倍。ちょっとだからね、えー、ゆっくりめにこうね、アップしていくんで、まあ2倍ぐらいで止めときましょうね。で、この状態でもう一回ね、タップすると、十字方向が出るんで、その状態で横の方向にやると、あ、ちょっと失敗したな。 ここなんとかね、このボリュームのね、この位置が悪いんだよね。だからどうしてもこれ避けたいからね、ちょっとやっぱこう、スマホのこう、リングを入れてやった方がいいのかな。うん、ちょっとリングを入れてやってみよう。ね、えー、長押ししますね。これ1.5倍ね。はい。で、えー、この状態で、ね、はい。横にこうスクロールね、えー、していくと。はい。で、こういうね、例えばなんかこう、生地があるでしょ生地がね。 で、これをちょっとゆっくりめにこう見ていこうとするとね、こうじわじわじわっとね、えー、この縦スクロールがえー役に立っていくと。いうことで。もちろんね、あのページ送りしようと思ったらこれの方が全然早いんだよ。こうやった方がね。こうやった方が早いんだけど、なんかちょっとあの文章のね、えー、例えばブログの記事とかなんとか読むのに、えー、まあもちろんこうやって指でこうやってもいいんだけど、まあね、これで、まあじわ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 っとこうね、 えー、読み続けていくみたいなこともできるよというね、えー。そういう機能ですね。で、ダブルタップ。ポンポンってね、しますよ。ポンポンってね。 はい、これで元に戻ると。ね、これがね、あの、使い慣れてくると、ね、えー、結構便利に使えるんじゃないかなと思います。もう、あの、イライラする人はね、もうこれで、これでやった方が早いっていう人もね、あの、結構ね、多いんじゃないかなと思いますけども。まあ、一つね、あの、まあ、スクロールはともかく、この拡大できるっていう機能がね、あの、ジジさんは、あの、気に入ってね、えー、購入したあ理由の一つです。はい、ということで今日はね、 簡単な動画ではありましたけども、はい、富士通アローズのね、この M05 というね、モデル。あの、他のね、モデルでもね、あの、同じ富士通でも、この裏に指紋認証がないやつもあるんでね、えー、それは多分で、できないんじゃないかなと思うんで、はい、この後ろに指紋認証の、このね、センサーがあるやつはね、えー、ついてるんじゃないかなと思いますで。ちなみにね、このアプリの中にね、えわ、ー、かるかなここに。 えっと、わかるかなこれ、X スライダーね、体験っていうのがあって。で、これをね、クリックするとね、クリックしましょうか。はい。これで練習を始めるということで、はい。 ここで、あの、拡大、縮小、スクロールのね、えー、練習ができます。うまくいくとチェックが出て、一つね、トレーニング完了ということでね、えー、それぞれ拡大と縮小とスクロールのね、えー、ここで練習をすることができるということなんで、まず練習してからね、えー、ちょっとやってみるっていう方がね、感覚的にね、わかりやすいかもしれません。はい、えー、そんな感じでね、えー、ジジさんね、この、老眼なんでね、この虫眼鏡的なこの拡大機能とね、それからちょっとブログとか、 あの、長い、あの、ネットのニュースとかね、見るときに、スクロールでね、うまく、このね、指をコントロールしながら、じわ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 とね、画面をスクロールして、ガーッと見ていくっていうね、まあ、そんなね、えことをね、やっております。はい、えー、まあ、あの、アローズのね、この M05 をね、お持ちの方ね、こういう機能あるよ、ということで、これ最初、な、のことかなって分からなかった人もね、いるかもしれませんのでね、えいや、そんな機能あったのっていう人はね、ぜひともちょっと 使ってみてください。最初は使いにくいですけど、慣れてくるとね、結構コントロールできるもんですよ。はい。ということで、じ、え、い、ー、さんね、えー、久しぶりにスマートフォンのね、えー、話題をお届けしました。はい。えー、またー、次回ね、何か話題があればね、どん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 皆さんにもお知らせしていきたいと思いますので、興味ある方、また遊びに来てみてください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また